最高じゃねえか。やるな、こいつら。エーペックスクソうめえ。マジ最強だったわ。いつからやり始めた？シーズン5とか6だったかな。確かそんぐらいからですね。こんばんは、こんばんは。ショーマーさんの動画で知りました。ありがとうございます。感謝しかないですね、本当に。嬉しいすんげ。そう、全然、もう、なんなら、最高数じゃないですか。今、過去、最高の数、チーターいるんじゃないですかね。だが、俺は、気にしなくなった。悟りを開いたんですよ。ああ、チーターか、みたいな。共存中、マジで、無限にいるから、気にならなくなっちゃったっすね。今まで一番楽しかったシーズンは、今っすね。今、めっちゃ楽しい。やばい。なんかね、過去の方が面白かったなーってのはあんまないな。なんか過去も面白かったんですけど、全部面白い、正直。そのなんかやっぱシーズンまたぐごとになんか、何かしら変更入るんで、すげー新鮮で、全部面白いんで、今が面白いんだから俺は。シーズン15の今大好き。しかも新マップだしな。このマップめっちゃ好きなんだよな。エルスター強い時も楽しかったね、正直。楽しかったけど別になんか、その日に戻んねえかなーって、その武器だけ戻んねえかなーって感じで、別になんか前のシーズンやりたいなーってのは、なんか俺ないな、別に。チーターに比べるのがやりゃ離れた？まあ、離れるのは大事だね、マジで。俺はなんか、普通に引かれてても、倒せる時もあるんで、なんか別にいいかなーってなった俺は。俺はありがとうございます。そう、俺別になんかもう今が面白いっすね、全部。すべてに動いて。そう全てにおいて今が面白い。あれ？ここ空いてんな。こっち行くか。フォローありがとうございます。ありがとうございます。そう、私はね、基本的に今を楽しむタイプっすね。ずーっと。まあ俺、過去の栄光は語りまくるけどな。俺、中学じゃねえや。高校、大学、無敵だったよ、みたいな。っていう話はたまにするけど、それぐらいかな。それぐらいの時以外はしないね、マジで。学業的なね、話しかしない。例えばだから、プロになりたいんですけど、学校うんたらかんたらみたいな話が出てきた時に、あれでも俺、めっちゃ勉強してたよ、っていう時に使うぐらいですね。それぐらいしか使わねえわ。あの、昔の話って、言うて、こういうことあったなぁ、みたいな。そういう感じです。私は、無敵。こいつら来んのかな、ほら。お、ハボックだ。素晴らしい。無敵。過去を振り返ってはいけません。今を見るんで、今を。過去を振り返ってもいいこと一個もねえからな。まあ、そのデータ？その、例えば、こうした方が上手くなったなぁ、みたいな感じな時の振り返りは大事だけど、それ以外は振り返ったところで何も意味ねえ。なんかいるくね？いやー、ホライゾンだこれ。殺そう。絶対上がってくるから、横からこいつ車線通すわ。え、ナイス瀕死。あー、ナイス瀕死。おい、ハボックの前では無力。ホライゾンなんて。フォローありがとうございます。やっぱね、ハボックなんよね。ホライゾンメタよな、マジで。ハボックが、ホライゾンに困ってる方はマジでハボック使った方がいいっすよ。絶対落とせるから、弾多いし、弾速速すぎて当たるし、ガチ最強。だけど弾がない。これは困ったな。フォローありがとうございます。ありがとうございます。回収するか。後ろのやつらも汚いしな。何？君、エネルギーの民か。ってことは君もしかしてめちゃめちゃ持ってる。うん、だから敵にホライゾン、ん？なんか、敵にハボック使いとかチャージライフル使いがいたら、結構警戒しないと溶かされます。お気をつけよう。ハボは DPS が1位かな。あ、ディボとか除いて、ハボック強に勧誘してます、今、俺は。ハボック強いよって。みんな使ってる。だから君も使おう。大丈夫、大丈夫。みんなやってるから。DPS 確か 201.5 とか202だった気がするんだよな。カーが 201.5 だったかな。なんかカーより早いんだよな。薬の誘い方。バケモン。ハボックの強みは、まず、弾速が速い、威力が高い、そして、腰打ち精度が高い。あと、ADS 時の移動速度も速い。あと、ヘッドショット倍率も高いですね。はい、5個です。初見です。初見、ありがとうございます。全裸同士だとハボックの溶かし具合、えぐいよ。えぐいね。マジ溶けるね。なんだこれ、当ててくれ、こいつ、こいつ当ててくれ。危ねえ、危ねえ、マジで。やばい、やばい、あーあああ危ない。座りながら当てんのむつい。解明する。俺は諦めねえ、エルスターのこと。俺は待ってるんだ、ずっと。俺は待つぞ、エルスターが帰ってくるって。危ねえ。ハボックで鍛えると、立ち回りも良くなる。カーより強い。
危なかったぜ。ちょっとヒヤヒヤしたぜ。フォローありがとうございます。なんかやっぱ座りながら戦うのが難しいよな。座りながらぶっ殺したいな。うますぎ。いや、まあ座りながらぶっ殺しちゃったらあかんけど、エネルギーシュンシュン結構ね、候補として出てんだよな。めっちゃむずいんすよ。めっちゃむずいんだけど、それを使いこなすと無敵なんですよね。確かに俺ディボも当たるんだよな、全部。全部当たるけど、強い武器はアボックだって感じだね。やっぱディレイがなくなるってのが強いね。やっぱタボチャつけた時。あと、慣れれば消せる。ディレイ。頑張れば。ライターもないな。うわ、2倍ブルーザーめっちゃ欲しい、それ。もらっていいでしょうか。ちなみにそれ、大好きです。あるかな、まだ。どうだろう。ありました。おぉ、初見です。初見ありがとうございます。よくホライゾンにボコられてるんで、ハボクのリコイル練習してみます。リコイル練習してみて、めっちゃ強いからマジでおすすめ。最初は絶望すると思う。当たんな。だけどなんか途中から、え、分かってきたかもってなるんですよ。だからおすすめでございます。301フラットライン、オルタも極めた。そうだね、やばかったね。めっちゃ強かった。全部極めてだね。正直サブマシンガンとかも全部極めた上で、なんかね、俺はね、こいつになったよね。ハボック強えって。ホライゾンでリフト乗りながら敵に弾当てるような方なんですが、何かコツなどありますか。気合。まあ気合なんだけど、でもコツはさっきの俺言ったその滑らかエイムってやつをめちゃめちゃ極める。それをすればめちゃくちゃ当たるようになりました。俺はね、俺はそれで当たるようになったんで合ってると思います。滑らかエイムです。滑らかエイム初見です。感度は4255555555の2が詳細設定で、スコープ感度 3.5 になってます。でもね、まだね、完成形じゃないような気もするんだけど、でもこれです。4255555で、ここで 3.5 にしてます。ベータ版ですね。まだ完成形じゃないんで動画にはしないけど、とりあえず今はこれでやってますね。リココンできた時はマジやべえ。マジでやばいね。おー、勝ったわ。つえーってなる。えぐ、これってなる。アボックちゃんが一番強いんだ、正直。ナイスやだ、こいつチーターだ、こいつ殺したわ。でもチータークソ弱えんだけど。見えてるだけだった。クソ下手くそだった。本人初心者すぎてびっくりしたぞ。で、今日多分あれ、的めっちゃ絞ってますね。俺がちょっと動いたらずれた。多分あいつ、自分の力と勘違いしてますね。だから、あるんすよ。その円に入れた瞬間、ホーミングするみたいな、チートがあるんで。だから多分あいつ、自分の力と勘違いしたせいで、めっちゃ的絞ってるから、俺が、ちょっとずらしたら、当てこなかった。なめらか視点っていうのはどうすればいいかっていうと、なんだろう。結構俺いろんな配信者とかね、いろんな方見てて思ったのが、カッ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 っていう、だからその、カッカッ動かしてるんですよ、視点をね。じゃなくて、スーッ、まあ、実践するんで、ちょっとそれをね、見せます。